目安台に上がります。それもできねえのかよ。なんでだよ。じゃあ店長お願いします。はい、じゃあ、続きまして行ってみましょう。皆さんこんにちは、アトランティックシティの宮下です。またね、技名間違えるとね、ニコ動で叩かれちゃうんですけど。さあ、1本目、ゲームバーサスペコラ。さあ、先制攻撃はゲーム。さあ、この、さあ、先から。さあ、ここ、一つの壁際。さあ、投げていく。さあ、バンニング浜から距離を取って、ショドラから。動かして、さあ、ここはきっちりコンボを入れてゲームが1本先制。さあ、ラウンド2。さあ、シャカバンから。さあ、どうする?投げていく。さあ、ペコラさん、アトランティック初めてでしょうか、大会初めてでしょうかね。さあ、ちょっと期待してください。大マジン。さあ、2本目、セットカウント1対1からゲーム、どうすんだ、どうすんだ。さあ、これは、今度、しっかり。さあ、総理残しなし。さあ、ここはしっかりと、ちょっとガードが硬いか。さあ、投げがよく入ります。さあ、避けて、避けてから、上段。さあ、投げも基本的ですね。さあ、ラウンド4。さあ、ここは、さあ、ゲームさん、お得意のパターンですが、どうすんだ。さあ、ちょっと今のは。さあ、打撃で攻めていって、さあ、セットカウントが2対2、ダブルリーチ。さあ、ここでペンコーラーを倒していくと、ゲーム、ちょっと有利か。さあ、ここは受け身を取らず、さあ、ここはしっかりガード。さあ、確保、どうだ。さあ、壁際、ちょっとペンコーラー、怖そうですね。さあ、なかなか入らない。膝、ここで膝が飛んでくる。さあ、ちょっと面白かったですね、今試合ね。さあ、大魔神ペコラ、まずは一人抜き。I wouldn't mind. さあ、それじゃあ、B 兄弟の方はリン、初音ミクです。そして、白猫。さあ、前大会も白猫さん、確か参加いただいたと思います。ということで A 兄弟は中堅犬死に VS ペコラ。さあ、このまま三立て狙っていきたいところですが、さあそうはいかない。さあ、犬死にブレイズ先制攻撃。さあ、ここは浮かしてから、さあ、いつもながらトリッキーな避けて側面ガード。さあ、浮かして壁際。さあ、残り体力わずか。さあ、パンチ一発。さあ、いいのが入って、まずはセットカウント1対1。さあ、距離取って、避けて、さあ、お互いなかなかガードが勝てんで、なかなか通りません。さあ、ここもガード、避けて、そうすんだ、投げ抜け。さあ、中距離から、ここが怖い。